ついに WBC への参戦を表明した大谷翔平。2022年シーズンも投手として15勝を挙げ、打者としては30本塁打をクリアし、前人未到の投打での規定を達成しました。MVP 投票ではマリスの記録を破ったアーロン・ジャッジに及びませんでしたが、1位票を2票獲得して存在感を示しました。そしてこのオフ最大の注目となっていた大谷の WBC 出場可否の話題について、11月17日に本人から SNS を通じて出場を明言するコメントが公開され、日本のファンのみならず世界の野球ファンからも称賛が相次ぎました。2023年に行われる WBC はアメリカ代表の主将に大谷と同じエンゼルスで活躍するマイク・トラウトが就任するなど、各国ガチンコ模様のメンバー構成を明言しており、文字通りの世界一決定戦の様相を見せています。今回は大谷が出場を決定した経緯や所属するエンゼルスの思惑など複雑に絡み合った事情を紹介していきます。心は一つだった大谷の WBC 出場。大谷の WBC への出場については2022年の開幕前から話題に上っていました。当時の大谷はシーズン中にトレードの噂がありましたが、エンゼルスが春先にロケットスタートを決めたことから、優勝を目指すためにエンゼルスは大谷以外の選手をトレードしてチャンスの年にする可能性も存在しました。しかしチームは5月後半からの大型連敗に加えて、エンゼルスで大谷の二刀流定着に大きな寄与のあったマドン監督が解任。結局大型連敗が響き、エンゼルスはプレーオフ争いに遠く及ばないままシーズンが終了。注目された大谷の去就については10月に1年契約でエンゼルス残留との発表がされ、 WBC 出場のために移籍を凍結したのではとの噂が流れました。 WBC の出場についてはシーズン中に日本代表侍ジャパンの栗山英樹監督が米国を訪れ、直接大谷に打診。打診当初から前向きな姿勢を見せていた大谷ですが、即答は避け、10月19日の帰国時には日本に帰ってきてまたゆっくり考えたいとしていました。前回大会の2017年時は怪我で出場を辞退した経緯もあり、年齢的に考えれば大谷が WBC に出場できるチャンスは今回を含めあと1回あるかないか。もともと国際試合に積極的に出場し、イチローが決勝打を放った韓国戦について、過去野球を見ていて一番興奮した試合かもしれないと語っており、もしかすると大谷にとっても夢の舞台であったのかもしれません。そして11月17日、大谷は自身の SNS を更新し、今年も応援ありがとうございました、結果としては悔しいシーズンでしたが日々楽しく野球ができたことに感謝しています、来シーズンもどうか熱い声援よろしくお願いします、またシーズン中よりお話しいただいていた WBC 出場に関しましては栗山監督に出場する意向がある旨を伝えさせていただきました。各国の素晴らしい選手や5年ぶりに日本のファンの皆様の前で野球ができるのを楽しみにしていますと出場の意思を明言しました。これに即座に反応したのは栗山英樹監督。大谷出場の喜びを、大谷選手から直接 WBC へ出場する意向であるとの連絡があり、日の丸を背負う意義、侍ジャパンに対する魂を感じ受け止めました。メジャーリーグでの激闘を終えたばかりのオフ、来シーズンへ向けての難しいコンディション調整をしている中で早い段階で決断してくれたことは本当にありがたいですし敬意を表しますとコメント。侍ジャパンにとっても投打の戦力が充実したことについてはこれ以上ない朗報で、これまで栗山監督は大谷の出場の可能性や出場した場合の構想などについて具体的な発言は控えてきました。しかし実際に大谷が出場するとなると、栗山監督の次なるミッションは大谷の起用法になります。投手としては最低4人は必要な先発の有力候補となり、リーグ最高の奪三振率を誇った大谷を大黒柱としてローテーションを構成する案が浮上しています。さらに大谷自身は投げろと言われたらどこでも投げるつもりとも語っており、リリーフでの起用についても抵抗のない様子を見せていました。今後栗山監督はコーチ陣と話し合い、大谷登板の最適解を探っていくのではと言われています。打者としては DH での起用が最有力と考えられており、これにはもう一人の DH 候補である
オリックス吉田正尚の動きが鍵を握っている。吉田は今オフ、ポスティングシステムを使ってのメジャー移籍を明言しており、移籍が実現すれば新球団の所属となる。移籍1年目から激闘が予想される WBC への出場は考えにくく、大谷起用で落ち着くはずです。栗山監督からの熱烈なラブコールに応えて出場が決まった大谷ですが、ある記者は栗山監督に課せられた課題の半分が達成されたというのです。確かに今回の WBC の監督人事については驚いた方も多かったはずです。国際試合での経験がほとんどなく、現役の監督を退いたばかりの栗山を監督に起用する意図を問う報道もありました。栗山監督誕生の経緯は、栗山監督の教え子でもある大谷選手を WBC へ出場してもらうために口説いてもらう役目も大きかったと言われています、と記者は付け加えました。第1回2回と優勝したことで大きな盛り上がりを見せた WBC ですが、その後は決勝にも進出できず、今回も大谷が出場しないとなれば、さらに盛り上がりに欠ける大会になっていた可能性があります。大谷欠場を防ぐためにも、日本ハム時代の監督である栗山監督を招聘し、大谷出場への切り札的な役割を期待していた関係者の思いが叶った結果となりました。そしてもう一つの壁となると考えられていた現所属球団のエンゼルスは早々に、ベリー・ミナシアン GM ら指導陣が全面支援を公言しているのです。この言葉に隠された真意を深掘りします。大谷を球団売却の広告塔に。エンゼルスが大谷の WBC 出場に関して全面的な支援を約束しているのには深い事情が絡み合っています。まずシーズン中にもかかわらず、エンゼルスの売却検討という衝撃ニュースが球界を駆け巡りました。アート・モレのオーナーは、20年にわたりエンゼルスのオーナーを務めることができたことは大きな名誉であり特権だと思っています。私と家族は今がその時だという結論に達しました、との声明を発表し、売却の可能性を含めた戦略的選択肢を審査するためのプロセスを開始したというのです。シーズン中にもかかわらず球団売却の話が大きく報道されることは非常に稀で、マイク・トラウトもロッカーで頭を抱えながら信じられないとコメント。エンゼルスは球団売却に向けて活発な動きを見せる中、球団のスター選手である大谷とシーズン中に1年3000万ドルの契約を結びました。アメリカのメディアでは、大谷が WBC 出場の意思を球団に伝え、仮にノーと言われていれば移籍先を探す展開もあったはず、しかし今オフ球団売却を検討するオーナーにとっては、スター選手の大谷を手放したくない、両者の思惑が一致し、 WBC への出場や支援を約束する代わりにエンゼルス残留が決まったと報じられています。またこの記事内では、大谷の年俸が安すぎるとの話題にも触れており、投手で2500万ドル、打者で2000万ドルの価値があり、人気も MLB トップクラスの選手、この選手とわずか3000万ドルで契約できたのであれば、エンゼルスのフロントに大きな手腕を発揮する人物がいたはず。大谷側からは WBC の出場とともに調整方法を一任してほしいとの要望があったとされ、これをエンゼルス側が飲んだ形に見えると、どうしてもエンゼルス側は大谷に残留してほしい考えがあることを示唆しました。エンゼルス側が大谷側の要求をすべて飲んで残留にこぎつけたのには、やはり球団を売却する時の価値を高めたい意図があります。アメリカの大手紙 USA Today では、売却交渉は活発化しており、今後数ヶ月以内にも完了するとの見込みを報じています。買い手の具体的な名前は明らかになっていないものの、売却額は30億ドルを超えており、売り手となっているエンゼルスの現オーナーは、大谷のいる球団を買いませんかとプロモーションを図っているというのです。怪我のリスクはありますが、全世界で放映される WBC で大谷がさらなる活躍を見せれば、エンゼルス買収に名乗りを上げる企業も増えると考えられており、まさに大谷はエンゼルスの広告塔としての活躍が期待されているのです。これまでメジャー球団の大型売却としては、2012年にロサンゼルスドジャースが21億5000万ドルで買収されたほか、2018年には NFL カロライナパンサーズが22億7500万ドルで売却されました。
そして北米プロスポーツ史上最も高価な取引となったのが、NBA ブルックリンネッツを所有するために2017年、19年の2回にわたって支払われた23億5000万ドル。しかし今回のエンゼルスの売却額には、これらを大きく上回る30億ドルが基本線と言われており、仮に大谷が2023年以降も所属することが明言されることがあれば、さらにその売却額が大きくなると言われています。この大型売却については、モレのオーナーがチームを引き継いだ2003年以降、エンゼルスのプレーオフ進出はわずか6回で、ワールドシリーズには一度も出場していない、1億8000万ドルで球団を買収した人物にとっては、30億ドルというのは本当にすごい額だろう。いい買い物をしたものだ、と皮肉混じりの報道も。大谷の移籍問題や球団売却のタイミングなど、嘘のようなタイミングで全てが合致したことによって、大谷の WBC への出場が叶ったのかもしれません。出場を明言した大谷ですが、チームメイトや周りの反応などについて紹介します。アメリカ代表の主将に就任したマイク・トラウトが出場に黄色信号と言われている話題についても触れていきます。ドリームチーム結成、アメリカ代表の動向。第4回の優勝国アメリカ代表は、今回の第5回大会の連覇を狙っており、選出選手はメジャーリーグのスター選手揃いとなっており、ガチンコメンバーで臨んでくることが予想されています。主将には大谷と同じくエンゼルスに所属するトラウトが就任し、今年のプレーオフでも自身の活躍の他にメンタリティでも強さを発揮したブライス・ハーパーも出場を予定しています。さらに2018年にレッドソックスで、2020年にはドジャースでワールドシリーズを制覇している優勝請負に、ムーキー・ベッツも名乗りを上げており、MVP 経験者たちが主力を担い、2022年の MVP に輝いたポール・ゴールドシュミットやホームランダービー連覇を経験しているピート・アロンソが脇を固める豪華布陣。ピッチャーの選出はこれからになりますが、野手と同等の選手が選出されることが見込まれており、アメリカでは早くもアメリカ代表に勝てるチームが地球上に存在するのか、来年もアメリカ代表がぶっちぎりで優勝するなどお祭り模様を見せています。しかしその精神的支柱かつアメリカ代表の顔ともいえるトラウトの出場に黄色信号が灯っていると噂されるのです。今シーズンのトラウトはフル出場こそ叶いませんでしたが、40本塁打を記録し、30歳を超えても衰えない打棒を披露しました。しかし7月には背中上部の違和感で故障リストに入り、その後も左胸郭の炎症を起こしたことで満足な状態でプレーできたのは数十試合だったと言われています。胸の怪我については、エンゼルスのヘッドトレーナーを務めるマイク・フロスタットから、かなり稀な症状、国内でも有数の著名な脊柱の外科医にとってもあまり見ないものだ、悪化しかねない動きがたくさんあると説明があり、8月に故障者リスト入りした際には、今季の残りだけでなくおそらく残りのキャリアを通して対処していかなければならないことと我々は考えていると容易に回復できる怪我ではないことを強調しました。トラウト本人は、現在の状態はいい、今日の感覚は本当に良かった、僕のキャリアは終わっていないからね、心配はしていないと繰り返し説明していますが、怪我の具合を見ながら WBC 出場の調整を行っており、その経過は順調とは言えない模様。エンゼルス側は、主将に就任したことで大きな責任感を感じているはず、 WBC でプレーをすると怪我を顧みないことも考えられるので、出場については慎重に検討してほしいと明言しています。アメリカの顔としてのプレーが望まれるトラウトですが、怪我の状態を見て出場可否を慎重に検討すると見られており、怪我の具合によっては電撃的な主将交代が行われる可能性もあります。ファンとしては大谷とトラウトがぶつかるシーンを見てみたいはずなので、怪我の回復を祈るばかりです。メジャーでプレーする日本人選手の中で大谷が一番最初に出場を明言しましたが、その他の選手たちの動きについても紹介します。代理人をも頭を悩ませる WBC 出場。パドレス、ダルビッシュ有とカブス、鈴木誠也の代理人を務めるジョエル・ウルフが11月に入り、2人の現状を語りました。ラスベガスで行われている GM 会議で取材に応じ、検討状況について代弁。
ダルビッシュについては WBC の出場についてもプライベートで話している。シーズンでたくさん投げたので慎重に考慮している。ニュートラルな状態だと、どちらにも気持ちは傾いていない段階であると強調。今シーズンのダルビッシュは30試合に登板し、チームトップの16勝、ポストシーズンでも2勝を挙げるなど、フル回転の活躍を見せました。これについてウルフは、素晴らしいシーズンだった、若く見える、圧倒的で長いイニングを投げられると強調し、来季37歳を迎える中でも、日本人初の殿堂入りを期待していると、まだまだ第一線での投球ができると太鼓判をしています。鈴木については、故障離脱や不振で苦しむ時期もありましたが、111試合に出場して14本塁打46打点、打率2割6分2厘と主力級の成績を残し、カブスが契約したことについて満足しているだろう。2、3年したら MVP 候補になるだろうと、来季以降のさらなる飛躍を見据えていると語りました。鈴木の WBC 出場については、何回も WBC については話した。難しい判断だ。彼はスプリングトレーニングを重要視しているし、サポートしてくれるカブスに対して義務感も感じていると、鈴木の揺れる気持ちを代弁し、非常に難しい選択になるので、年内の決着は難しいかもしれないと付け加えます。二人の出場が明言されれば、侍ジャパンにとっては大きな戦力となるはずですが、年齢や立場のことを考えると簡単に表明はできない状況です。ダルビッシュは夏頃に一部メディアが栗山監督の要請を受け、やりたい、魅力的と報じたことについて、ツイッターで話した内容の一部を切って見出しにするのはやめてほしい。お話をいただいただけで何も決まっていません、と苦言を呈したこともあり、あくまで出場については白紙であると強調していました。国の代表として戦うことは好き、と気持ちは前向きであることをダルビッシュは強調しますが、来年37歳。公式戦162試合を控えて、2月中旬にボンボン投げないといけない。野手と違って投手は肩肘にすごく負担がかかる。大きな怪我になったら年齢的にも FA 後マイナーリーグ契約しかない可能性も高い、と故障のリスク及び高年齢の FA 選手に厳しい現実を懸念しています。ファン目線から言えば、日本版のドリームチームを結成してほしいところですが、様々な事情から実現するには高いハードルがありそうです。今回は大谷翔平が出場を明言した WBC についてのエピソードを紹介しました。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。